皆さん、こんにちは。ナビゲーターのシルバーです。今回は、メッセージの後にも、サインのお話があります。写真とともにご紹介しますので、よかったら最後まで見てくださいね。では、早速メッセージを見ていきましょう。宇宙からのサインを受け取っているあなた方。九次元アクトリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちは直感的に物事を理解する人類の能力に完全に魅了されていますが、同時に直感的なものから真実として純粋に知るために、その瞬間に信念、信仰の飛躍をさせることができないことにも魅了されています。あなた方は常に自他ともにわかるサイン、兆候や合図を受けており、多くの人々がそのサインとその重要性を認識していますが、あなた方はそこまでが精一杯でしょう。一度のシンクロニシティ、同時性だけでは何かを確信するのに皆さんは飽き足りません。皆さんは何度も何度も見たくなります。あなた方の大半は自分がどれほど大切にされているかを理解するのに十分な宇宙の流れを信じることができません。皆さんは助けられていて、そのサインを見せられています。そのようなことは皆さんによって完璧に解釈できるサインです。なぜならガイドたちや他のヘルパーたちの助けを借りて、そのような時期にサインを置いたからです。そして皆さんの脳の思考が隆起していきます。つまり、あれこれ起こった理由や、ただの偶然の出来事を見た理由など、皆さんの思考は自分に様々な種類を物語ることができます。また、皆さんの思考は、自分がそういったものを探している理由から、今、このようなことを自分が見ていると、皆さんに教えてくれるでしょう。しかし、あなた方が生きているのは、とても整然とした、地球を含むすべてを指す、宇宙という意味のユニバースであり、それは、あなた方の宇宙なのです。皆さんが体験する宇宙は、皆さんが自分自身に語りかけているわけなので、それゆえに兆候や合図を言うサインや概念の表現のシンボルや、または同時性を言うシンクロニシティが皆さんにとって何を意味するかが分かれば、それは皆さんが答えを得たことになります。ただ注意を払い続け、感情感覚に基づいた信念を働かせ、そうすれば最終的には思考に基づいたメンタル的な処理が無効化、上書きされるようになります。皆さんは根性で物理的な 3D 思考の限界、制限を超えたいと思っていますが、そのためにはまず自分の思考が非常に限られたものであることを自らに認める必要があります。思考には頭脳が技巧的に良いことから才能があり、想像力に富み、想像力を有し、そして体験の積み重ねしか理解しないという制限があるのです。そしてそういったことはあなた方のせいではないのです。
つまり、これは、皆さんの思考を、批判しているわけではないのです。皆さんの思考は、皆さんが役割をこなしている、このようなゲームをするために、制限される必要があります。そして、皆さんは、次に進む準備ができています。つまり、皆さんは、次のレベルへと、卒業する準備ができています。次のレベルとは、思考を超えて、自分がスピリット、精神、魂であり、エッセンス、霊的存在であり、ソースの側面であるのを知ることなのです。ですから、あなた方は、このようなすべてを想像し、すべてを自分の目の前に置いて、そして、いくらかの支援を借りて、その都度に自分の気づく必要のある認識を得ていますが、その気づきの選択は皆さん次第ということです。自分の信念や感情、感覚に従うのか、それとも物理的、肉体的な思考の無限ループにとらわれ続けたままになるのか、どうしたいですか？私たちは皆さんの答えが何であるかを知っていると思います。そして今皆さんがする必要のあることとは、そういった思考の無限ループを覆して何度も何度も繰り返し、感情、感覚に従う実践をすることです。そうすれば残りの人類が皆さんと皆さんの成功を目撃し、皆さん秘密が何なのかを知りたいと思うようになるでしょう。そして皆さんはそうした秘密を彼らと共有するでしょう。なぜなら自分がどれほどパワフルであるかを秘密にしておく時期は通り過ぎており、そこを越えて歩んでいることも皆さんは知っているからです。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？ではサインのお話と写真をご紹介しますね。サイン、期間限定のものを指します。今だから見ることができて意味があり、永続性はありません。個人的なものから集合意識に訴えるものまでいろいろありますが、わかりやすいものは天候など自然現象です。突発的な大災害も入ります。写真はポジティブ系を集めました。すべて今年に撮影されたものです。自然現象といっても、クローキング UFO も3枚ほど映り込んでいます。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。